選択ツールを選択します。円をダブルクリックすると、線と塗りを一度に選択することができます。ウィンドウメニューのデザインパネルから変形を選択します。傾斜をチェックします。水平20度に変更し、エンターキーを押して確定します。円が20度傾斜しました。円が選択された状態で、編集メニューの複製を選択します。プロパティから円の塗りを黒に変更します。選択